はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時40分をちょい回りましたね。7月は17日のですね、水曜日ウィークデーでございまして、日経平均全場はですね、プラス32で引けてますね。動きなし、158.45 と、今日は円高方面に堅調に安定してる感じがしますね。ドルウォンでございますけどもですね、これもですね、ウォン高方面に押してますね。 1380.29、 まあこれはウォンというよりもですね、円ちゃうはドルが安くなってるんちゃいますかね。原油も安くなって 79.75 と、という感じです。さて、話題はですね、昨日、おとといあたりからかな、この北朝鮮のですね、割と高級な外交官が韓国に亡命していたというのがこう伝えられています。これは、連合ニュースですね。北朝鮮のキューバ駐在外交官、昨年韓国に亡命。国交樹立影響かということで、ちょっと言いますと、キューバ駐在の北朝鮮外交官が昨年亡命し、韓国に入国していたことが16日分かった。昨日か。韓国政府筋によると、この外交官は在キューバ北朝鮮大使館のリ・イル・ギュ参事官で、昨年11月に妻子を伴って韓国入りした。キューバを脱出して韓国に入ったということですね。李氏は2度にわたりキューバで勤務した北朝鮮外務省を代表する南米数職務評価などをめぐって外務省本部と対立したことで、外脱出脱北を決心したとされると。まあね、これは2019年7月のですね、イタリア大使館、イタリア大使代理が亡命して以来と。今のユン・ソンニョルさんが大統領になったのは2022年からなんですけども、2019年とまだあれですね、ムン・ジェインの時代ですね。よくそんな事件があったんですね。はい、すいません。さて、産経新聞でもですね、北朝鮮の駐キューバ外交官韓国に亡命と、でスパイ容疑で外務次官の銃殺を明らかにってここはもうちょっと踏み込んでますけども、スパイ容疑でですね、北朝鮮の外務次官がですね、銃殺されていたんですね。李氏はインタビューで、2019年2月のベトナムハノイでの2回目米朝首脳会談直前に、米国担当の外務次官だったハン・ソン・リョル氏が米国のスパイ容疑をかけられ、外務省幹部らの立ち会いのもと銃殺されたと明らかにした。へえ。当時外相だったリ・ヨンホ氏が中国在中国大使館をめぐる贈収賄事件に関与したとして、19年12月に一家で政治収容所に送られたことも説明した。まだ言い張るんでしょうかね、5年経ってますけど。北朝鮮のね、高級外交官ってですね、よくですね、なんて言いますか、こう亡命騒ぎを起こして、まあ実際亡命した人が何人もいるんですね。でその度にですね、その北朝鮮の内情というのがですね、明らかになるんですけどもですね、今回もですね、北朝鮮の豚がですね、自分の丸っこい娘さんをいかに可愛がってるかというようなエピソードもですね、一部聞こえてきたりしています。まあ体制が揺らいでいるというのは間違いないことでしてですね、特にその外交官ってバカでは務まらんでしょう。で外国に出るとやっぱし北朝鮮ほど窮屈ではないんですよね。たとえキューバで洗ってもですね、あんなね、南のですね、なんて言いますか、陽気な国ですからですね、そんなにガッチガチのですね、体制ではないというふうに私は思うんですけど、で、やっぱり情報も入ってきますしですね、自分たちの国がいかにですね、得意な国かというのも分かるでしょうからですね、家族さえうまくこう安寧にこう過ごせる保証があればですね、亡命するでしょうね、それは。
だから北朝鮮って外交官よほどの人でないとね、家族の態度を許さないんですよね。だから信頼されていたんでしょうね、この方もですね。またおいおいですね、明らかになっていくと思います。で、去年の12月に亡命してるのにですね、今年の6月半年以上ですね、半年以上それが事実が伏せられたということは、その理由があったと思います。もちろん北朝鮮は気づいてるわけでしてですね多分この方とこの方の奥さんのですね、家族は今頃ですね、普通に安穏と暮らしていることはありえないですね。まあそういった犠牲もですね、考えていた、考えて防衛なさったんでしょうけど、皆さんやっぱり辛そうですよね、そこはね。家族のつながり強いですからね、北朝鮮は。まあそのあたりの確認もあったのかもしれませんし、あるいは、その家族を逃がすためにですね、何かこう工作が仕掛けられていたのかもしれません。まあそのあたりがもうですね、こう発表してもよかろうという段階に達したんだと思います。まあどんな理由があるかはですね、僕らは伺い知ることはできませんけどね、まあ、で、あのムンジェイン政権の時はね、ムンジェインさんがですね、親北で北にべったりで、実は何でもおっしゃってください、言うこと聞きますみたいな、そういう感じだったでしょう。なんでですね何て言いましょうかね、少なかったんでしょうけども、ユンさんはですね、北に対して厳しい姿勢で臨んでいるんでですね、今後もこういった事件は増えていくんではなかろうかというふうに思いますけどね。状況はね、全然良くなっていないと思います、ここ何年もですね特にコロナ以降ですねなんかよろしくない感じがずっと広がっている感じがしますね。で、しかもここのところ中国と仲が悪い、なんかすごく仲が悪い感じがしますね要は習近平が怒っているということです。中国って今本当に習近平の独裁なんでね、習近平の意思がですね、全てにこういう、こうなんて言いますか、反映してるというか、みんなが忖度しながらですね、習近平ならどういうだろうということを忖度しながらやってるし、特に外交はやっぱりね、習近平の意思がやっぱり働いてると思うんで、今後ですね、ビビッドな展開、つまり豚がですね北京に行ってエロすんまへんでしたということを頭を下げてですねこうやらないとですね、多分習近平は豚を許さないと思うんですねもう豚はですね、それが嫌で嫌でしゃあないわけですよ。ではプーチンにチヤホヤされてるのが好きなわけですね、なんでですね、まあよほどのことがない限りですね、豚が習近平に謝りに行くということはないと思いますけどね。別にね、北がね、何か中国に悪いことしたということはあんまりないんですよ。せいぜい生意気にも北側からですね、コロナの時に国境を閉じたわけですねまあそれが習近平の気に触ってると気に触ってるんですけど、最近勝手にロシアと仲良くなったでしょ。それもそっちの方が大きいかも分かりませんけどね。なんかそっちの方が大きいかも分かりませんけど、それは別にそんな関係ないやんというふうにも、両方ともそんな関係ないと、言えないかな、言えないかもしれませんね。やっぱしね、俗が属国の弱みでございましてですねいつまでたってもですね、こう属国扱いから逃れられないわけですね、朝鮮半島というのはですね、中国からです。ちなみに中国は韓国もですね、属国みたいに思ってますからね。はい。まあ、そんな北からですね、割と高級な外交官が逃げたということでですね、今後、おいおいですね、この北の内情なんかがですね、分かっていくんじゃないか。もうすでに、朝鮮ラインはですね、朝鮮日報は長いインタビュー記事を流しますね。またそのうち中身分かってくるでしょう。はい。一応、この産経新聞の方のですね、アドレスを貼っておきます。はい。皆さんどうもありがとうございました。